映画監督の、どうも、映画監督の万保八代です。助監督の太田くん。どうも、よろしくお願いいたします。オーディション始めようか。そうですね。うん。じゃあそれでは皆さん、早速こちらへどうぞお願いしまーす痛い。痛い。殴られた。殴られた。うん。まぁ、あ、ちょっと違う、もう別件でのもう、暴力があったからね。裏で。裏で暴力がちょっとあったからあれだけど。なんかちょっと僕らにはわからないところであったみたいですね。うん、皆さん、監督の八代ですけどね、これからですよ、刑事ドラマ、好きに叫べの、はい、オーディションがありますんで。あいつ殴られた。いいんだよ。あいつ。監督ですよ、君たち。監督だからいいんだよ。倒れた、あいつ殴られた。これは松下昭一さんの分だ。なんかわからないですけど。なんかちょっと。ごめんね。そうですね。ちょっとね、もう、むちゃくちゃなんだ、彼女たちは。そうなんですね。ちょっといろいろあったんです、さっきごめんなさい。なんか思い理由がありそうですから。理由があったんだ。ということでね。刑事ドラマ、刑事ドラマ。変な T シャツ。助監督の太田さんだぞ。ね、そんな T シャツ何それ。これ一応メタリカっていうバンドのね。変な。まあちょっとそれは申し訳ない。こっちサイドがちょっと圧の強い T シャツ並んでるっていうのは。それはちょっと申し訳ないところもある。この彼のメッセージ性は確かにちょっと強すぎるかもしれませんけどもね。まあね、刑事ドラマ、月に叫べのオーディションなわけだけどもね。はい、このドラマ、古き良きハードボイルドな、はい、刑事が悪をやっつけていくというドラマになっております、はい、今日は皆さんには準主役をかけたオーディションに準主役をかけたオーディションに挑んでもらいますやだ、はい、やだ、やだ、主役がいい主役がいい主役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 ちょっとごめんちょっと止めて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 様子見すぎ本気で来たんで本気で来たんだ、はい、そうだねごめんね本気で来たんでおい主役になってこい負けたくない準主役だったらやだ絶対に受かりたいと思ってるんで準主役やだ絶対に受かりたいんで分かった理由分かった、はい、あのリハーサル意味ないよって言ったら、はい、分かった分かったやるけど意味がないリハーサル分かった僕10年おたけと組んでますけどおたけが率先してこのポジションを取るのは久しぶりですよ結構ねこっち側に乗ってくパターンが多いんですけどそうだねおたけがこっちにいるという頑張ろう頑張ろうね一緒にだから皆さんの頑張りに言ったらもしかしたら主役もあるかもしれませんよ。それだから皆さんのねやる気とあとは結果次第でございますから。はい、頑張って爪痕残してください。さあ皆さんのパートナー、相棒役ですね。であります主役のチロパン刑事役をご紹介いたしましょう。斉藤慎二さんです。お願いします。どうも。ああ、お願いします。タバコ吸ってる。ね。え？臭。草タバコ草、はい、頭に運転この二人のありがとうございますこの二人の好きなようにさせないから大丈夫です大丈夫ですか有名な俳優さんだぞ、頭にうんこ乗っけてるねねうんち有名な方だぞ体にもうんち悪いなそういった称号は僕には通じないうらさすがに有名な俳優こうやって通じてきた人はたくさんいるかもしれないけど私には通じない、おしっこついてるよここにも面白いこと言うんですよおしっこおしっこ違う実際ついてるのはそっちな実際ついてるのはこれおしっこがついてるあちょっとさっきまで濡れて乾いちゃったもうおしっこさっきまでつけたんだけどさっきおしっこそうなるほどななか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 難しそうなんじゃないか斉藤さんそんなに助けて飲めしなくて大丈夫ですか感じてますけど、ね、それではですねもうおへそ見たいマジで大物俳優だよねその前にちゃんと主役カードを確かめるためにおへそ見せておへそおへそねやっぱこの業界おへそがね主役っぽいかどうかっていうおへそで主役どうかかるんですかおへそおへそで主役 Round it, round it, go This is my belly button Round it, round it, go Go, Morrison Head of one Go, Morrison Head of one Yeah 見て、毛がいっぱい生えてる Go, Morrison Head of one 毛がいっぱい生えてるちょっと痛いなはい、戻るよなるほど絶対に負けない絶対に負けない絶対に負けないよし、オーディション大丈夫ですか、ちょっとすいませんこの子たちは、なんでこんなに誰からも怒られないんですか、ね、そうなんだそんなに誰か、すごく偉い人の娘さんとかそういうこと全然ない全然ない本当はね、本当はね叩き上げ、叩き上げだから大丈夫でも待っていいなね俺はこの仕事を今日断るからなんだこの子たちは見たキャーカリパンパン見てないよ今日なんかね他の仕事するか都内でいっぱいねお祭りも行われてるからねお祭り行くっていう過ごし方
面白いことしたら許してくれるって言ってる。うん、え、待って待って、俺言うてる。君パンツ見たのか？いや、見てないよ、ちょっと待ってくれ。え、見てたじゃん。なんでそっち側行くの？すまないね。うちの大事なこうオーディションに来た女優さんのパンツを、権力を使って、面白いことやって許してもらえなさい。太田頑張れ。すまない。やんなさいよ。訴えないで遅れね。ごめんな。じゃあ面白かったら、じゃあ面白いことしたら、面白いことしたら、じゃあ許してくれるのね。そうだよ。訴えないであげるわ。リハーサルが意味ないんだったら、もっと早く帰んなきゃな。やんなさいよ。行きますよ。バンド T の男。行きますよ。お。下の歯でパッ。訴えてやる。訴えてやる。今のじゃダメ。でもなんかちゃんとおへそ出しながら歌ってほしい。おへそをするじゃん。ねちゃんとでマンボウヤシロと一緒にやってマンボウヤシロ。俺は巻き込まない。ちゃんと俺はこの格好で来たんだ。じゃあいいよ。ドラマどうでしょう。ちょっと待って。ちょっと待って。斉藤さん。俳優の斉藤さん待って。待って。もうちょっとやってくれ。そうだ。そうだ。オーディション始めてくれ。今ドラマに出てる人間だぞ。一応今ドラマに出てる人間だぞ。どういうこと？ちゃんと間違えましたよ。そしてこのデブ若手オーディションのレッスンをしてきたらスタンス間違えましたよ。すいません。これあ、どうしたの？死んだ。監督、吉田さん。監督、あ、死んでました。監督、オーディションやりましょうよ。この白子によって死ぬという選択肢は絶対やめてくださいよ。俺も1ヶ月ぶりなんだけど、この番組。はい、こんなに制御効かねえかなと思って。すごい、すごい。ちょっとだから、もう1回落ち着いて、オーディションです。オーディションか。自己紹介からちゃんとやりましょう。はい、で今回活躍次第では、なんと大物俳優斎藤さんと同じ刑事ドラマにね、出れるわけですから。上司役だぞ。はい、そうだぞ。まずは、じゃあ、一番早い女性から、カメラに向かってお名前を言ってください。なんだっけ、こち亀出てる人。知らない。両津勘吉？両津勘吉です。俺が今最初答えを言ったんだ。大丈夫かそれで。いいんだな、オッケー。両津勘吉？どちらからいらっしゃいました、両津さん。亀有から来ました。そうですね。葛飾区の。葛飾区亀有公園前派出所から来ました。あ、じゃあ刑事さんなんですね。そうなんです。刑事なんです。本物のね、刑事の女の方、女性刑事がオーディションに参加してくれて。意外とボケのラインはちゃんとしたボケのラインしてくれて。そうなんです。そうなんですよ。ちゃんとできるんですよ。じゃあ続いてその隣の女性の方。はい。パイパイデカミでーす。いるからね。いるからね。そういうね、パイパイデカミさん。なるほど、振り幅がすごい二人なんだね。うん、あの、りょうさんとパイパイさんが来てくれてる。りょうさんとパイパイデカミさんが。デカミさんが来てくれる。いつも肉まん入れてるここに、うん。やめて、アイドルはあんまそういうふうに自分の胸あげたりしない。でも彼女はセクシー担当だから。セクシーそう、隠してるけど意外とね、巨乳なんだよね。隠れ巨乳。隠れ巨乳。G カップあるの、G カップ。G カップ？え？本当に？本当だよ。G カップあんだよ、これ。今、鉄入れてギュッてやってる。これでしょ、これ。そう。お母さん、これ本当ですか？お母さんママに聞かない。お母さんいるんだよ。お母さんだよ。あれ、ママ。ねえ、あれ、私のママ、あそこにいるの。両方のお母さんいるから。あの二方、お母さんなんですか？ちょっと、あなたたち責任持ってこっち来なさい。どうしよう。なんだ、これは。お母さん出すのだけタブーだから。タブーなの？あ、そうなんですね。タブー。タブー。それは、生放送 NG。じゃあ、パイパイデカミさんね。パイパイデカミさん。はい、じゃあ、3人目、男性の方、カメラに自己紹介お願いします。両方さん、パイパイデカミさんの後ですからね。はい。千葉の。自己紹介もさせてもらえない。今日は自己紹介もさせてもらえないと。これでもなんでしょうかね、今の若干おたけさんが助けられたって顔したの。話題になったからもね。おたけよかったね、用意してなかったから。いや、ありますいいか、ちゃんとね、やりきってください。順番に来る時に芸人の胸の高鳴り考えろ。どんどんバクバクしてくる。でもよかった、今のはよかった。で、結局お名前は何だ。千葉の館山から来ました、伊勢海老です。あ、なるほど。ちょっとこれね、偶然なのか狙ってるのか分かんないけど、僕、千葉県館山の出身。そこに、そこに歩み寄ってきてくれてるのか。でも、だとしたら監督のちゃんとそういうね、そういうプライベート情報をちゃんと調べてくるべきで。なるほど。学生時代にちょっと伊勢海老さんでよろしいですか？わかりました。ちょっとなんか心に張り込んできましたね。じゃあ、まずは早速ですね、印象に残っている刑事ドラマの名台詞。あ、いいね。これ大事だぞ。いろいろあるからね、世代関係なしに様々な刑事ドラマがやってるから、テレビで。なんで近寄ってきてるの？両津勘吉ってなってる。あれ、刑事ドラマとは言わない。何あれ、何？いや、まあ、あれ刑事ドラマか。あれ刑事ドラマ。いや、まあ一応刑事ドラマ。あー、ミスった。いや、
刑事ではない。人情ドラマです、人情ドラマ。下町のね、下町人情ドラマ。交番のドラマだから、ね。そうそう、交番。まあまあいいよ。交番で繰り広げられるドラマ。両津勘吉さんの名台詞でもいいよ。別に刑事だもん。名台詞だもん。刑事ドラマの名台詞。確かにそこまであんま決めてるみたいな。だから、いろいろあるで、踊る大捜査線だったりとか、相棒とか、いろいろなもの。見てない、見てない。レインボーブリッジ封鎖できませんとか、なんかあるでしょ。見てないのか。現場で起きてるんだとかあるでしょうが、なんか刑事。予想でも、予想でもいい。思うものに言ってみます。予想でもいいから。こういう、なんでもいいよ。こんなの あるんじゃないかなの予想でもいいよ。はい、今向かう。うん、今向かう。早い。もうモーションがないから。今まず、ネタ投稿じゃない。モーションがなさすぎる。こんな見えないパンチ、読み方がわからないんですけど。ガチでやばいですよ。カメラさんもドキッとしたはずだ。これダメ？急に来て、本当に。ニヤニヤしてるカメラさん。これダメ？これダメ？いやいやいやいいよ。なんで彼女はこんなに切れてるのかな？何もう一回やって。はい、今向かうって言ったの。はい、今向かう。そう。それはだからそのなんか今ここで事件が起きてますみたいな電話がかかってきたっていう設定で。でもさ、そういう刑事ドラマとかのキャラクターがさ、なんかもうちょっとイメージを膨らましてみて、なんか癖のある。はい、今行きます。あ、分かった。癖のある感じで。分かった。お、ねえじゃん。癖のある感じで、はい、はい、今行きますを言おう。確かに確かに。癖のある感じで、もう一回行ってみよう。もう一回行ってみよう。はい、行きますよ。癖のある感じで行ってみましょう。はい、今行きますよ。いいよ。いや、良くなってきた、良くなってきた。良くなってきた。楽しい。深夜ドラマの方ね。まだ楽しい。まだ深夜ドラマ。ありがとう。はい、貸してあげる、これ。はい。じゃあ、デカミさん、デカミさん。ええ？じゃあお手本見せてもらった斉藤さん。あ、だって主演の人にさ、お手本見せてもらわないとさ。斉藤さん、ありがとうございます。ちなみに斉藤さん今本当に刑事ドラマ出てますからね。今鑑識役だから、すごい。ちょっと待ってください。さっき本番前に一生懸命読んでた台本、それですか？一生懸命読んでた台本、それです。それを今ドラマの。出してほしい。出してほしい。出してほしい。優勝して。今、だから、それも込みのオーディションやってるんだから。しっかりと、だから。本当に演技しないと。いい子いますよって、本当の感じ。だから、これ渡されても、俺は、即興とか得意じゃないから。確かあれだ。確かあれだ。彼、帽子から鳩出せるんだよね。帽子から鳩出る、出る、出るよ。出る、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 出る。マジかも、彼、何のために帽子持ってんの？そう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 。ちょっとやってみて。どんな風に出るんだろう。楽しみ。久しぶりだな、見るの。行くよ、帽子を取ったら、鳩がいないけど、僕が鳩になっちゃった。いや、よくやった方だと思いますよ。さすがです。よくやった方だと思う。絶対これ、ルミネだったら大爆笑だよ。インパルスよりマシ。インパルスよりマシ。何、インパルスよりマシって何だ、お前は。何を言ってんの？インパルス、この前来たの。なんでインパルスよりマシかってなったかっていうと、板倉が代打の MC で来たんだけど、ゲストのアイドルとこの二人が本気の喧嘩になって、板倉がただただ見るって。喧嘩したの？そんなこと。喧嘩した。ダメだよ。放送事故みたいな。いや、うちらが喧嘩したんじゃなくて。まあそうだ、向こうだ。殴られた。嫉妬心。え、殴られた？殴られた。殴られた。ハンマー、ハンマー。首絞められた。で、板倉が本当に嫌な顔して壁際に立つっていう。で、森さん。人が止めてくれたの、それ。森さんっていう人。黒沢が本気でちょっと切れて、相手のアイドルを破壊締めにして投げるっていう。あ、そうだ、相手が悪かったね、その時はね。もう、そんな番組やめましょうよ。俺もなんで続いてんのか不思議なんだけど。誰が笑ってんの？オーディションですから、あれです、刑事、過去見たね、ドラマで、気になる人、一応これやっときましょう、じゃあ。あ、はいはいはい。大事だから。デカミさん。デカミさん。カメラに向かって。好きなね。刑事ドラマの名台詞。デカミさんね。お、いい、準備して。はい。お、あ、お借りして。めっちゃ帽子使うね。あ、キャラクターかなんかね。あ、いいですね。一個こういうキャラクターって大事ですから。それを言っちゃ、おしまいよ。おー、それ、トラさん。どう？それ、トラさん。どう？ね、待って、見たことある、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちゃんとボケて、ちゃんと突っ込むって、もういらなくて。こんだけ荒れた場所でね。めっちゃ恥ずかしかったよ。どうよ。飲むの。急に、ちゃんとボケるんですね、ボケるときは。帽子があってのね、トラさん。だから、おえ、ボケボケボケボーって。そんなに悪くない。俺、なかなかおめえし、そんなに悪くない。ね、このメンバー面白い。あ、ほんとよかった。トラさん、あの、板倉さんとか失礼になる。で、それ言っちゃうと逆のオーディションだから。じゃあ、伊勢海老さん。伊勢海老さん、ちょっとね。あの、僕は好きなドラマが、先ほど言ってましたけど、踊る大捜査員。いいじゃないですか、いいじゃないですか。踊る大捜査員の、ありきたりの、はいはい。名シーンの、映画の中から踊る大捜査員の。ザ・ムービーの方ですね。ザ・ムービーの方から行かせてもらいます。いけ。青島くん青島くん、いやー
誰かの不活エリアみたいな。ボケとした完璧。いや、ね、普通のライブとかだったら受けてますよね。受けてますし、やっぱり一人だけ純粋にオーディションも参加してるから。素晴らしい。まさかの復活戦にね。2本目の映画の。よかった。死んだと思ったら死んでなかったやつの方ですが。お母さんで笑ってたんですけど、これはかなり手応えある。いや、いいボケなの。素晴らしい。さすが。じゃあ、これからオーディションどんどん佳境に入ってきますけども、本当に、軸守ってくれてありがとう。そこお願いします。素質あるで。いいですか、次はですね、立てこもった犯人を説得するデカ。大事ですよ、それは。例えば、立てこもり犯がね、人質をね、こう持って立てこもってんのか、それとも、もう自分が死のうと思ってんのかね。脇毛が気になるのかな、なんか。いや、脇毛剃ってないから。ね、マジで剃ってない、ほら。いや、ごめんなさい。海外の人もいるもんね、最近。見る。あははいや小さなハリネズミ。ほら、見て。どういう種類の小さなハリネズミ飼ってんだもん。脇毛。めんどくさい、めんどくさい。これは確かにお母さん。これは感覚はお母さん。脇毛はお母さん。脇毛はお母さん。剃ってる、剃ってる。剃ってないです。脇毛はお母さん。脇毛はお母さん。脇毛はお母さん。彼は脇毛。僕は脇毛。もう。もう終わりましょう本当に次のコーナー行きましょう無理だ15分しかないこれ15分で聞いたんですけどもういいこのコーナーこれもういらないですこのコーナーもうやるもう立てこもり犯これやるでしょじゃあ僕がね犯人太田所監督が立てこもり犯あるから挙手で自信のある方は出てきて犯人を説得してくださいよかったら担当ドラマ犯人話してくださいちゃんとやれやるなら今3人上がった斉藤さんもう肘上がり始めるちゃんとやれね、そんな面白い面白い誰か行くどうしよう最初はグーじゃんけんぽいでも斉藤さんはね主役だから俺主役だからやってやって主役やってじゃあ分かった主役がお手本から見せようすいませんまさかのジャングルポケットでエチュードするだけっていうことじゃないいなやっても好きなのジャングルポケット。あ、本当だよ。先に言ってほしかったわ。じゃあ行きますね。それでは立てこもり犯でございます。それを説得する刑事。はい。ね。行きます。よーい、スタート。おい何やってんだお前に関係ねえだろ。さっさと出てけ出て行くわけにはいかねえだろおいお前はお袋さん、どれだけ悲しんでると思ってんだお袋の話は関係ねえだろお前だけの命じゃねえんだぞお袋の気持ちを考えろお袋は関係ねえだろこの歌を聴いて少しでも心が動いたならば人質を話してくれいいですよ、うん、母さんが夜鍋をして手袋編んでくれとずれたはいカットうまい面白いすごい面白いね、すごい面白かった。すごい面白いだろ。ジャングルお母さん。ジャングルポセットじゃない。ジャルジャル、ジャルジャル知ってる。ジャルジャル似てるけど違うから。ジャルジャルと同じぐらい好き。あ、本当に？どっかと同じなんだ。インパルスと同じぐらい。ちょっと、あの最後に音程ずれたら犯人だって絶対来づらいですよ。丁寧に言わなくていいの恥ずかしいですから、もう本当に。それでは、こういうこと、ここまでじゃけ。ちゃんとした芝居を見せて。わかりやすい。最後に落ちて笑いを取る。何本ですか、今のは。ここまでね。ございます。じゃあ行きましょう。誰だよ ?3 人。誰行きますか、さあ、まっとうなボケの後出づらいってどういうことなんだ、これ。飛ばしてください。わかりました。指名します。はい。でかみさん。でかみさん。やだやだやだでかみさんが本当にやだな、やだって言うんだったら、もう、両津勘吉さんになっちゃいますよ。どうすんの二人で行くじゃあ二人で行く。わかった、二人で行く。二人ね。意外と滑るのは嫌なんですね。まあね、だって本当に滑るときはみんな誰も笑ってくれない。ここの人ね、冷たいんだよ、すごい。全然笑ってくれない。こんなに無茶苦茶ね。こんな頑張ってんだから笑ってほしいよね。そうだよ。みんなで笑ってるから。こっちの。抜けんだよ。それは言おう。ダメなんだよ。それは言おう。今日もちょっと前半冷たい気がしてたのね。だよね。二人は面白いことやってるから自信持とう。いや、それはある意味本当の愛だからね。やっぱそこで何でもかんでも笑っちゃったら二人が育たないから。そうそう。確かに。じゃあ OK。じゃあ二人で来るパターンね。はいはいはい。OK。よし、じゃあしっかり見とくから。行くよ、こっから行くよ。シチュエーションどうする？
いやいや、これ立てこもや。出演が決まってる。出演書が決まってるの、その日は。出演書は？なんだこいつら。出演書は俺が立てこもり犯で二人を説得しに来る刑事。じゃあ、ちょっと待って。助監督、はい、設定も一回向こうに預けて。わかりました。じゃあ向こうが来るままに。向こうが来るままに助監督が合わせてあげてください。すいません、なんか僕が野暮のこと言った感じになってしまいましたね。ちょっと合わせてあげような。頭が硬い。落ち着いてください。すいません、いや、確かに、今の流れは腹立つと思う。今の流れは腹立つと思う。柔道やってた時の目つぶり。最後、最後、最後。はい。最後。まあ一応じゃあ僕はここで待ってますね。はい。なんだおい、近づいてくんの、おい撃つぞ、おいおい、近づいてきたらこいつのこと撃つぞ。キャー、ヒロミ、ヒロミどうしちゃったの。ヒロミ、え、ヒロミは満月を見ると、満月を見るとこういう風に狼に変化してしまう。狼に変化する。ヒロミ、来るな、こっちに来るな。ダメよ、ヒロミは撃ってやダメ。あなた忘れたの。え、ヒロミと2年前婚約したことを。ヒロミ、おい、ヒロミあなた、そこに持ってるマンボウヤシロの人形をよこしなさい。頭よ、マンボウヤシロの。マンボウ、マンボウヤシロは、マンボウヤシロは、俺の、俺からヒロミを奪ったからこうなったんだ。そうだ、マンボウヤシロはそういうやつだ。それを殺せ、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 お前が悪いんだ、お前が悪いんだ、バーン、バーン。白が地図に浮いて戻る。マンボヤシロ、今までありがとう。どういたしまして。本当に終わろう。もう終わろう。これもう俺自分でガチでやってて恥ずかしくなる。これ見せられたら。なんかそうだよ、うん、スタッフさんこう送信編みたいのをこっから。ただこの後 あのありますから。大口のコーナーがまだあります。そうだよ。これからが本番。ちょっと待ってください。一個だけ。すいません、本当すいません。もう次行かなきゃいけないんですけど、一応。やりましょう。何を言うの。一応見ましょう。で、あのこの後に実はこうね、ご覧になっている皆さん、あの、はい、まだまだ実はこういくつかあったんですよ、はい、やることが、はい、で拳銃で撃たれてバンつってなんじゃおりゃみたいな、はい、あった豊さんの名シーンのコーナーもあったんですけど、考えてきたもんボケね、それ、はい、そこだけちょっと、はい、ね、じゃあ自信はやる、あ、考えてきたの、考えてきた、あれ、でもさ、かわいそうだもん、なんか。いや、確かに。だって、一人だけさ、バット持ってるのに打席立たせてもらえないなんてかわいそうだよね。かわいそう。せっかく来たのに。じゃあ、どう？じゃあ、絶対、オーディション最後それで締めさせてください。いいの？ドンって、撃たれて、伊勢海老さんがお腹を撃たれて、刑事に追い込まれて撃たれて、その後に、こう、名台詞のように一言。あ、それはちょっと行きましょう、行きましょう。はい、ちょっと、はい、いいですね。見本見せてあげて。で、監督自ら。ありがとう。譲るね。うん、ごめんね、ほんと。見本見せてもらう。いや、行きますね。人の気持ち考えられなくてごめんね。その気持ちが分かっただけで全然大丈夫だから。打つなら打ってみろと言ってください。じゃあ、行きます。おい、詰めたぞ。打つなら打ってみろ。あ、お前なら打ってみろ。バカにするな、バキュン。あれ大丈夫、筋肉に跳ね返した。僕の名前はケン小杉、みんなもおいでよ、マッスルミュージアム。まさかのアニメだ。まさかのアニメだ。アニメとやった。おたけさんが困った時にすぐ出す、うわ、ケン小杉のモノマネをしてる山本さんのモノマネっていうアニメさ。もう出した。ちょっと待ってください。ってことは今困ったんです。困ったんです。彼はもう困った、極限状態まで多分追い込まれた状態だったんですよ。はい、やることが大事だから、おたけ。大丈夫、ごめん。これはやっぱ、ま、やることがごめん、そうそう、わかりました。じゃあ、もうこれはもう本当に最後ですよ。本当に最後。いや、本当に最後ね。ちゃんと勉強してください。じゃあ、うつ側になる。あ、そうだ、うつ側になる。これは急に不安になりますけどね。じゃあ、2人でと追い込んで、刑事ね、2人が刑事ね、追い込んでね、撃たれて、ただ撃つだけなのに、耳打ちする必要があるんでしょうかね。よし、撃てるもんなら撃ってみろよ。なんだと、お前。おい、早く撃ってみろよ。いいのか、撃っても。ああ、撃ってみろ。
なんだその自信は。なんだ。おい、眉毛がなんか変だな、お前。眉毛が変だぞ。変な眉毛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 。ちょっと流れが違う。ほうほう。おい、なんだよ。打ってみろって言うが、こいつら打ってもいいのか。ちょっと待って、それはやめてくれ。俺を打てばいいだろ。周りは関係ねえじゃん。俺を打てよ。おい、うるせえぞ。バンバン。バンバン。わ。俺らも自首するよ。なんだよ。おい。ちょっと待って。あとは俺とお前の2対1だな。バーン！あれ？一人だけ生きろ。人生何があるかわからない。だから面白い。ありネタ。キラーワードでございます。素晴らしい。素晴らしい。いやだけど、このコーナー勝ち負けございません。次のコーナー、怪談座生。